待たせたな。本日、スマブラで、VIP に行くものだ。よろしく。938万。本当にドキドキしてる。お仕事中の皆さんすみません。ビーチです。VIP 行ったし、こいつ。だそんなにレート差ある、これスナイプじゃない？なあ、みんなどう思う？これより強そうなやつ全員 VIP に送り届けて、雑魚が残ったところを借りを通しよう。だって女の子が奇襲に来たらもう分かる。誰がネス使っても絶対勝てるよ。ぶっちゃけスマブラってのはボタンの数も少ないし、できる行動も少ないから、そんなに差がつきにくいゲームは、学習能力が高いやつがいかに相手の行動を対応できるやつが上にいるって、そういうゲーム。あれ919万やったっけ。20万じゃねえやん。しくか。あっ、敵も強え。あっ、だが俺の方が強い。これがビップへ行くものだ。覚えておけ。まずは3ストック残したままの勝利。皆さん、最高記録更新しておりますよ。938万。え、余裕すぎない？え、VIP ってもしかしてめちゃめちゃ簡単？はははは。攻めた、プレイすんじゃねえかよ！やろう！終わりだ。やべ、心臓ドキドキする。え、てかこいつ VIP 手前やったやつや。俺に勝てば VIP やったんや。そういうやつ多いな。やばい、ちょっと待って、上着脱ごう。 まさか、なんか勝つとは思わなくて。え、俺これ、リーチ？俺これリーチ？あ、本当にドキドキしてる。まだ？まだ？あと2回？970、とりあえず次勝たんとな。いや、ちょっと次勝つまでツイートはしない。なんかツイートすることによって緊張して、お前負けたらどうする、お前ら。お前らのせいにしてもね。いや、負けることを考えるな、高雪。ちょっと待って、行くわ。普通にやりゃ強い、今日。オッケー。リズムが悪いぞ、高木。よし、バカ、今の爆発させる必要ね。終わる。
すぎ、早すぎる、負けなし、ここまで。ちょっと待ってな、嘘だろ、もうあれ何、年末まで引っ張るんじゃねえんかよ俺。こっちの方がいいかな。どうしよう、リーチ一発決めるとか頭麻雀脳になってんねんけど。布団ちゃんなんて、布団ちゃんなんてか言うてた。布団ちゃん、布団ちゃん、布団ちゃんのツイートパクロ、なんか画像付きで確かにツイートしてたよな。ちょ、参考文献にしよう。お仕事中の皆さんすみません、リーチです。あ、それでいこう。なあ、ここまでやっていきやんだらどうする？なんか、負け犬の思考になっとる、みんな助けてくれ！よし。よーし！じゃあ、次回、VIP に行く編お楽しみにって。いや、今行こう。よし、でも確実にあと1勝、970万6661やもん。なんで俺こんなにスマブラがうまいんだ。よし、サムスかー、しかもダイヤル。ちょっと待って、あの一回で行きたいからサムスさん。くっそ、あ、強い。サムスってもっと陰湿なもんやろうが。お前めっちゃ攻めるスタイルやねえかよ。苦手やでな。いや落ち着け、勝ちゃいいんだ。ビーム苦手なんかは後で克服すりゃいい。今勝ちゃいいんだよ。俺は空母だってちゃんと出せるようになったんだよ。今までスマッシュブラザーズ2ヶ月やってよ。空母だけじゃねえぞ俺が覚えた技は。ガード解けよそこは。パーセント数は確かに倍近くお前が勝っている。足やめて、バーストができてねえなサムス。ああ、よし、勝つぞ。
緊急回避が好きかい。その場回避が好きなんだなお前は。あ、それ当たるからやめろ。斜め下にブーメラン投げることもできる。ブーメラン。あれ当たる気がする。どうして、ごめんなさい。あ、追消しか。悪魔の勝利やったんや、最初の連勝。もう絶対次行くときツイートしない。こっそり行こう。日陰で陰キャらしく。今日は違えんだよ。あー、何が違うんや、いつもの俺と。すごい。ツイートしてから一回も勝ってない。もう何がルイくんじゃおめえ、ふざけんな。もうやめてもうビップいったし、こいつ。よし、ハルくんよ、今日の俺が一味違うって分かってねえな。
それやめろ、うざいんや、気持ち悪い。そんな人おらん、ゲーム実況中に。そんな人おらん。もうニートたちが。いや、19時ぐらいになったらなんかあの、うん、ニートじゃないやつらが潜ってその時間が勝ちやすいが、それまでずっとやってればビップいけるわ。もうクソかぶせんだよおめ。もうごめんなさい、本当に勝てないっす。え、ちょ待って、100万いったこいつも勝手に行けよ。たけえんやわ、レートが当たるやつの。俺より弱いやつ来いよ、ちょパワーくれ。だってそんなにレート差ある、これスナイプじゃない。なあみんなどう思う。おかしなるで、こんな人間が。ちょレート格差ありすぎやろ。800万やで俺、なんで俺1000万と当たらなあかんの、意味わからんねやけど。まず一本。何？あ？知らねえや。仮に俺も絶対言うからな。俺が先に、ま、もし今日 VIP 行けなくて先に VIP 行かれたとしても俺絶対言う。いやでも俺この前対戦して勝ったしな。俺そういうやつやから。もう早く楽になった方がいいんじゃねえか。よし、お前900万格上やん。ちょもう一回やろうぜ。こいつ格上やから、もう一回やろうぜ。多分お前逃げるタイプやろうけど、いいのか。もう成長する段階じゃない、 VIP に行く段階やからな。格上参戦するよ。違うんや、今パワーが欲しいんや。ふぅ、ああ、え？ゲームセット。コラガソって言われてんのか。なるほどな、今見たわ。あ、セット言われてんのな。俺がコラガソって言われてんのか。あ、理解したわ。いや、コラなわけないやん。実力考えてくださいよ。プリンとか行き違い。あー、爆弾はない。ちょ、いけない。完全体になっちゃった。あ、ちょ、押してない、絶対に今の。誰や、出てこい。
ラジオもうやらないやらない、こいつビップ行ったやん、こいつビップ行ってもうええわ、もうまたビップ行っとる、勝手に行けや。ちょ待て、俺より強そうなやつ全員ビップに送り届けて、雑魚が残ったところ借りよう、そうしよう、それでビップ行こう。もうなんか5人目ぐらいビップ行くやつ、これで俺に勝って。てか俺800万台まで落ちてんのか、とんでもね。でも800万と900万はやっぱ差あるわ。俺気づいた、今日やっててやっぱ900登ってるやつと800万台全然違う。さっきから800万台にはほぼ負けてねえけど、900万台ボロ負けや。3ヶ月前は200万、2ヶ月前な。よし、初心者マークいいじゃないの。何オープンレックの話、俺車にみんなあの車乗ってて、ね、1年経ったら外れるやん。初心者マーク集めて全部車に貼ってた俺もう初心者マーク剥がせるってみんなで、じゃあちょうだいって言って俺車にいっぱい貼ってた。いいやんな初心者マーク。どうした、あんまりガードが得意なタイプじゃない、明らかやりにくいタイプ、やりやすいタイプというのが存在して、ガーキャンをしっかり使ってくるタイプは俺がちょっと攻めたいなってなるから、その街のタイプが一番きついね、だいたいガーキャン引っかかるから。もうそういうやつはもう遠距離でチクチクやらせてもらうわ、地味と言われようが。あんまり好きな戦術じゃないんだから、勝つためだ、それがスマブラで上手くなるということ、ビップへ行くということ。何お前切断してくれとんねん、負けそうで。やっぱ猿使えばクズなんか。みんなコントローラーのラバーが剥がれかかってんやけど、どうしたらいいかな。左スティックのラバーひび割れて剥がれかかってる。どうしよう、まだ買って1ヶ月ちょっとなのに。もう今日水勝てやんわ。カウンター、こいつさっきのやつ、え、こいつさ、さっきさ、さっきお前ビップ行ったやろな、冷凍としてさ、スナイプするゴミおったらマジでやめろよ、ほんとに。おんねん最近マジで、そういう世間知らずの常識知らずが。普通に落ちてきた、信じるぞ、落ちやんやろお前ほどの腕前があれば。性格悪いな、もう疑わざるを得ねえよ。俺を変えたんはお前らやぞマジで。あっ死にたぜ俺は。はあ、対戦はいいです本当やな、ちょうど1回あの突出でした、申し訳ない。確か俺を超えて100万1000万ちょいいった彼はあの負けて落ちてきたみたいです。あーバカ今の、早よ行け、予約の方さっさと行け、ええや興味ねえわ、もう対戦相手に興味ない、俺がビップ行けるかどうかや。穏やかじゃない、うるさいしね。何が穏やかじゃない、ゴミ、カズ、ボケ、消え去れ、地球から塵となれ、
もずく、もくずになれ。ああ、今日食べた唐揚げお前やと思っとこう。お前の肉を食った。よし。なに？いい匂い。こっからワンチャン負けれるっていうの？ビビったの。だって女の子が奇襲狩りに来たらもう分かる。ああこんなにドキドキしてる。もう怖いこのゴリラ女。もう一回やろお前。ごめん今からちょっと週10回で風俗行って慣れてきます女の子に。申し訳ない。もうそれしかない俺には。あいつに勝つには許してくれ。燃える。イカズチよ。すいません汚くて。なにそれ。ちょ待てよお前もう。よくねえ。こいつ格上やつ。もう変わるぜ。今の当たってるやな。よし。いや格下はかもらない。格上だ。お前もう一回やろうぜ。920万な。ありがとうございました。じゃあ次行こう。あ、ビップ行ったわ。6人目。いってらっしゃい。ライブ13期生大江の高行です。よろしくお願いします。これ18%食らいすぎじゃない？こんな子供の蹴りで。ずらしもできるようになった。もうそれやめろやめ。切れ散らかすぞこれ。おいすべてが。いやもういいですいいです。まああのボックスガキのね嫌いなんでいいです。いや知らない知らない。嫌いもんです。行くんや。まあもう一回やりたいと思ってたしな。 PK ファイヤーだけやるな。もう一回やってほしいんやったらそれなし。それはやらん条件。はい、ここだよ。
よし、次。よし、はい。焦ってんぜ。くそ、一人でも持っていきたかったんだから。そいつ帰ってこれるかな。もう無理じゃない。何お前、あぶね。絆か。ガーキャンが出ねえ。終わり。終わり。よーし。しかも800万台かよこいつ。ネスに弱すぎる。オンラインスマッシュ。マジでネスに弱え。もういやいや、ネスで潜んな、消せよそのキャラ。なあ、もうネスってだけで勝てやんわ。来るなや。お前クソガキみたいな名前でクソガキ使いやがって。あよスプラッツしに行け。そうそう、時間ちゃうんか。三立てされたわユウスケに。ケイタ君、今日初数や。ブーメラン、なんで弓矢出るかな。絶対負けたくねえ。あいつさっきは逆に打ってるの。あいつさっきはずっと逆に打ってるの。まあもう一回ね。885万かっこいいよ。俺から全てを奪ったやつや。お前はこいつに。俺は家族を殺されたんだ。
かしちゃおけねえ。誰がネス使っても絶対勝てや。誰が使っても全部負ける。118%か。こいつうまいな。はーい。いや、こいつは確かにやってる時思った、うまい。こいつが790万絶対嘘だー。嘘やと思う。もうやや。うわあ。よし。もうなんかスケベな多すぎる、さっきから。子供に見せられやんやろ。俺めいっ子の成人式で俺が VIP 行った動画見せんねんやで。何事もな、頑張って諦めやんだらこうなるんやぞって。それやられんの嫌い。ガーキャンが出ねえ。どうしたや、止まんねえぞお手玉が山寺。いや、おいちぃ。山寺こういちって山ちゃんや。あ、そうか、山寺こういちって山ちゃんの名前だ。声優じゃん。なあ、これキッズじゃねえんか。意味わからん、山寺宏一マジで一瞬やんそれ。ちょ、ひどい。もう一回やろうぜお前。本物かどうか知らんけどかかってこいよ。オーハーしたるわ俺が。本物かこれ、来いよ。俺が勝ったらレイモンド首にして俺を横に置けよ。さっきも確かに一瞬でやられた。俺は 137% お前溜まってるのにな。ああ。じゃあもうやめます、こいつは。いや、VIP 行くよ今日。いけそうやん。え、なんなん、 VIP 行けやんと思ってるやつどれぐらいおる。呪われろ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 、お前呪われた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 、ああ、呪われた呪われた、ああ、大変なことになりやろな。呪われた呪われた呪われた。一匹やんと思ってるやつおる。人呪うの犯罪らしいよマジ。じゃあ僕犯罪者や。僕呪いの力があるんやって。呪術廻戦も読んだし。いいプレイじゃねえかよ。いいだろ。
前躍起になるな、躍起になれ。うざいんだよ。ぶっちゃけスマブラってのはボタンの数も少ないし、できる行動も少ないから、そんなに差がつきにくいゲームである。なぜ差がつくかっていうと、やってる間に相手の行動パターンを読むことができる。その学習能力が高いやつがいかに相手の行動を対応できるやつが上に登っていく、そういうゲームだ。その壁を越えなければならない。